こんにちは。ちょっと待ってくださいね。ツイッターにも書きましょうか。さすがにこのプリキュアは知ってる。プリキュア、プリキュア。これ初代の曲ですよね。初代もね、黒と白なんです。俺初代の黒と白以外あんまり覚えてないで。ミオシャの新衣装を15秒ぐらい見れた、あの制服みたいなやつで合ってる。よし、ちょっと X をミオミオ、狼ミオ。あ、フードのやつ。これはシュガーソングとビターステップっていう曲なんだ。結界戦線っていうアニメのエンディングテーマ。ちなみにオープニングテーマはバンプオブチキン。俺さ、アニメ3話目ぐらいでやめた。あ、ダンスこんなんなんやな。俺の好きなダンスチームがこの曲ダンス振り付けして歌って動画削除されとったわ。団長めっちゃ可愛らしいな。ダラッタダダッダダッタダダッデデ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 。釈迦俣さん一番ちっちゃいっぽいな。これ男性で歌うとめちゃめちゃ高くてきついよこれ。これ歌う無理やろってぐらい高いからな。え？びっくりした今。かっけえ！かっけえ！うわ！アクセルワールドって黒雪姫でやってる？黒雪姫とデブ。かっけえ！ハモリいいよね。これって結構前の曲？やろうな、前の曲か。あずきも歌とダンスを練習しとけ。ボイトレは100歩譲ってできるとして、ダンスだけはもう教室通うな無理じゃん。場所がすげー。2周年なんだね。すいません、これはとあるま、なんたらの超電磁法です。あ、すいません、これスピンオフなんで。すいません、メインヒロインはインデックスなんで。あくまで三坂美琴はスピンオフよ。カイジで言うところの班長とか利根川みたいな感じよ。え、違うの？え、違うの？え、あれってスピンオフやったらスピンオフの方が人気になった系のあれなんじゃないの？あの、よくあるやつ。あれ、これカイジより班長の方がみたいな、そういう話じゃない？ね、寝てるから、セリフは？セリフは？え？え？かっけえオープニング！めっちゃかっこいい曲。これアフレコのポイントどこだ？戦闘員2人だよな。5人中。ホログラ生アフレコちょっといいやん。坂又の服装めっちゃエッチやん。タイツ破けてるやん。ゲスト、ラップ歌ってくれるかな。レッツゴーハニーズブチカマスのキー。お？かっけえ。やばい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 。英語のラップってめっちゃかっこよくない？日本語のラップはまあやっぱ聞き取れるってのもあって、なんかあれや、迫力がちょっと英語に負けることがあるっていうイメージがなんとなくある。俺の行く末はダダ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 みたいな。かっけえ。カップ S2 のさ、戦闘前のラップかっこよくない？うん。You just gonna remember! みたいなやつ。
いやー、今日ってさ、アニソンフェスやけど、アニソンと侮るなかれですね。アニソンで思い浮かぶのって何やろな。多分エヴァンゲリオンが多分1位か。カラオケのランキングほぼ1位でしょ、アニソン。残酷天使が。だ2位でその、だ鬼滅か進撃みたいな。俺カラオケ履歴&ランキング中やから。最後のゲストは？おー！あれ？この服装初めてのような気がせんでもないが。多分オレンジ色の靴下？タイツが初めて見る感じやな。上半身だけやったら見たことあるかも。これ、ケイオンっていうアニメの第一期のエンディングです。歌ってるのは秋山美代。声優は日笠陽子さんです。似合うねー。二人ともギターベースめっちゃ似合うねんな。ケイオンはオープニングがポップ調で、エンディングがなんかロック的な、超かっこいいねんな。ノーセンキューとかもめっちゃかっこいいから。めちゃくちゃスイちゃん似合う。やばい。うん。輝けガールズとか、歌うよミラクルとかは、ゆいちゃんが歌うからちょっと可愛いねん。ミオのこのかっこいいパートは、すっげえスイちゃん似合うな。歌うよ梅原知ってる。知らんけど知ってる。知らんけどどんな曲かわかるよ。You are pretty だって本当は crazy 白鳥たちはさ。ちなみに結構当時言われてたんやけど、オープニングはめっちゃむずいけど、エンディングはバンドでやるの簡単って言われてたね。だからギター、ドラム、ベース、入門用の曲って言われてた。Don't Say Lazy。これからバンド始める人はこれみたいな。コード進行めっちゃ簡単やねんな。なんか CGD、CGD みたいな。ゴーゴーマニアックと歌うよミラクルはやばいぐらいむずいけどな。あれドラムすごすぎるだ、あれ。じゃ、俺その時バンドやってて、弾いてたんやんか。ギターで。あ、確かにって思ったな。そう、歌うミラクルのダララダララダララのあのギターのところやばいからあれ。後で見といて、歌うよ梅原。なんでやで。なんでそれ見せようとしてくると。わかんよ、大体見なくても。想像つくよ、そのニコ生が。この後オリジナル曲歌ったりすんのか。坂本さん、見た目もロックめっちゃ似合うから。ロックの曲いいですね。ロックかつボーカル似合うな。うん。キーボードよりギターみたいな。作詞作曲してる、すげえ。俺、作詞作曲できる人尊敬の念しかないな。だ、作曲できるってことはさ、打ち込みできるってことやんな。作曲できる人って多分、ピアノとかギター一通り触れる人っていうイメージあるわ。作曲は実は誰でもできて。へえ、そうなんだ。マリオペイントのさ、こうメロディーつなげるやつあったやん。あんな感じなんかな。あれやったら俺でもできるから。